ハーシェル宇宙天文台はヨーロッパ宇宙機関の赤外線宇宙望遠鏡計画である。2009年5月14日に打ち上げられた。計画名は赤外線を発見したウィリアム・ハーシェルにちなんでいる。ハーシェル宇宙天文台は2013年4月29日に観測運用を終了した。1982年にテイス・デグラウ、ギズベト・ウィネビスはマイケル・ローアン、ロビンソン、 グレン・ホワイトとマルコム・ロンターらにより、原案が立てられた。計画の実現までに26年が費やされている。宇宙望遠鏡は、カンヌマンドリュウ宇宙センターで製造され、アリアンゴロケットで宇宙背景放射を観測する、プランク衛星と共に打ち上げられ、地球太陽の第2ラグラン重点を中心とする、直径70万キロメートルのリサージュ軌道を周回する。 打ち上げ費用は11億ユーロ。観測用の検知器を冷却するための液体ヘリウムが枯渇して観測運用を終了した後は L2 点では軌道が不安定になるため太陽周回軌道に投入して地球に数百年間接近しないようにさせた。推進剤がなくなった状態での質量は2.8トンとなる。2013年4月29日。 冷却用の液体ヘリウムが尽きたため、化学観測をすべて終了した。冷却用の液体ヘリウムを使い果たして、観測運用を終えた、ハーシェル宇宙天文台は、太陽周回軌道へ移動した後、軌道上では、通常できない制御技術のテストベッドとして使われ、2013年6月17日に、最後のコマンドが送信されて、運用を終了した。まず、 5月13日から14日にかけて7時間45分のスラスタ噴射が行われ、これにより L2 点から地球よりも外側の軌道へ移動した。ついで6月17日に最後のスラスタ噴射が行われ、燃料をすべて使い果たした。この計画の正式名称は、遠赤外及よびサブミリ波望遠鏡と呼ばれており、宇宙望遠鏡としては、 初の遠赤外線及びサブミリ波の帯域での観測を行うものとなる予定である。望遠鏡の反射鏡の直径は3.5メートルあり、これまでに打ち上げられたこの波長域を観測する宇宙望遠鏡として最大の大きさとなっている。観測機器は液体ヘリウムにより 1.4K まで冷却され、熱雑音の影響を最小限にして観測を行う。 2300リットルの液体ヘリウムが搭載されるが消耗した際には観測も不能となる。3年間の運用を想定している。主要な観測機器は以下の3つである。パクス、カメラと低分解能の分光器で55から210マイクロメートルの波長に対応する。分光器は1000から5000の分解能で10から18ワットマイ平方メートルの弱い信号を検出できる。 カメラは独立した2つの帯域で撮像できる。検出限界は数ミリジャンスキーである。スプイヤ1カメラと低分解能の分光器で94から672マイクロメートルの波長に対応する。分光器の分解能は250マイクロメートルの波長において40から1000で、およそ100から500マジの輝度の天候源を撮影できる。 天候源の検出軌道は2マジーを加減とし、4から9マジーまでである。Hi-Fi、遠赤外領域の高解像度分光器で分光器の分解能は107である。分光器は157から212マイクロメートルと240から625マイクロメートルの2つの帯域で運用される。観測目的観測成果。ありがとうございます。